おはようございます。ウファレン長崎の松田です。いよいよ今日からシーズンが開幕します。開幕戦から一戦必勝の覚悟で長いシーズンですが戦い抜いていきたいと思っております。今日も一人でも多くの方にスタジアムに来ていただいて我々と一緒に戦っていただきたいと思います。今シーズンもよろしくお願いします。オールビファーレンキックオフ。2022シーズンがいよいよ開幕。キャプテンの海洋選手、そして期待の新加入クリスティアーノ選手が語る J1 昇格への思いとは。チームの結束を強めた決起集会の様子もたっぷりお届けしますよ。13日に行われた今年の決起集会、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から無観客となり、クラブの公式 YouTube でライブ配信という形で開催されました。司会進行を仰せつかった私も頑張りました。お疲れ様でした。ありがとうございます。あのね、一番の僕の今回の一番の見どころは、このポスターをね、ポスターを出すシーンがあるんですけど、マイクを持ちながら人差し指とか中指を使えず、薬指と小指だけでこの右のポスターを支える。こだわりが大変だ。ここです、今日の僕の一番昭和のスナックみたい。一番ここ昭和のスナックみたいでしょ。皆様大変お待たせいたしました。2022シーズンを戦うビファーレン長崎の選手、監督、スタッフがステージ上に揃いました。2回のキャンプを経て、戦術の進化と、新加入選手の融合を、それを目的に、日々ハードなトレーニングに取り組んでまいりました。これまでのいい部分を残しつつも、新しいビファーレン長崎の戦い方をお見せできることだと思っております。E sim, espero que vocês nos ajudem, né, e consigam nos apoiar até o fim para a gente conseguir buscar o nosso objetivo, que é subir para a primeira divisão. さあ皆さん、こちらのポスター出来上がったんですね。このポスター私が今ラウンドガールみたいに持っておりますが、指ブレブレではありませんでしょうか。大丈夫でしょうか。こちらのポスターがですね、街中いろんなところに貼られて目にすると思います。いやー、無事にできてよかったです。いやー、よかったです。素晴らしい。さあ、ここからはポジションごとに行われたトークショーダイジェストで見ていきましょう。いや、面白かった。盛りだくさんでしたね。さあ、まずはゴールキーパーチーム、今流行っていることとは。もうおかしい。カザ君が、はい、よく3点倒立をやっているんですけど、ああ、はい、ちょっとそれにつられて、今僕とスグル君がちょっと3点倒立しだして、あとトミ君が来てくれれば、はい、3点倒立の結束、チーム3点倒立倒立できるかな。見てみたい気もしましたね。変わってるなと思って。ちょっとそうですね。は認めます、はいはい。変わってるのは認めます。ですね。変わってるのは認める。はい、結束力を高める意味でも、ちょっと僕も、はい、参加させてもらおうかな。前向きに。続いてディフェンダーチームが好きな音楽について。試合前までの時間でリラックスしている方法。というのも来てます。リラックスの方法、じゃあひじり選手どうですか。音楽聴くことです。あ、音楽何聴いてます。ひじり選手、さっきもねありました、マカロニ鉛筆の何でもないよ、うん、マカロニ鉛筆マカエンですか。はい。結構好きになったらリピートする方ですか。ずっと聴いてます。あ、最後に串引き選手にどんな音楽聴くんですか。松任谷由実のあなたへ。知らないです。あなたへっていう曲があるかもしれないですけど、すいません、ありがとうございました。あの徳野選手から OK グッジョブって出ました。年齢層高めの人にしかあの分からないかなと思うんですけど、ニコニコです。うんうんって、うんうんって。あのミッドフィルダーチームはいろんな疑問に答えてくれました。あの秋野選手だけカメラ目線だったの意味あるのっていう、はい、ポスターね。
いただきまして、センターでね、これはい、あれはちょっと僕写真撮影できてなくて、ほ去年のやつなんですよ。僕だけ斜め上のやつを撮ってないんで、ああいう目立ちますね。しかも秋野選手真ん中にいてまっすぐ見てるんで、ちょっとすみません、後席には秋野選手と愉快な仲間たちみたいな感じになっていて、これはちょっと悪意ありますよね。この構図は印象深いです。なるほど、そうだったんですね。さらに大竹選手からは若手選手に向けてこんな要望が。なんか翼とかは、はい、僕のことを陽平くんって呼んでくれるんですけど、おなんか僕が19歳の時に32歳の選手にくんづけでちょっと呼べなかったんですけど、けど僕は嬉しいんですよ。あ、はい、32歳になってもくんづけで呼んでくれて、なんか物おじせず来てくれるんで、まあ、嬉しいですね。僕は大勢とか聖夜とかも、はい、さん付けじゃなくていい、この場で言いたいです。はい、くんづけ。ちょっと大竹選手のことを陽平くんって呼んであげてもらっていいですか。阿部選手と佐々木田選手、陽平くん。はい。愛が溢れてる。そしてフォワードチームでは移籍についての真相が明かされました。いや、クリスティアーノ選手聞きたかったんですけど、やっぱ2013年から日本に来られて、その時松田監督と一緒にプレーされたと思いますけど、その時の印象だったり、今回ビファーレンに加わってのチームの印象とかいかがですか。Primeiro que acho que ele estava com saudade de mim, por isso que ele quis me trazer. e outra coisa também que eu e o Edgar nós ficamos presos no tufão. E aí ele me convenceu a vir pra cá. Edgar, você disse alguma coisa? Eu lembrei, eu falei pra ele como que a gente jogava, ele já sabia todas as jogadas que ensaiado que a gente tem. Aí eu falei pro treinador e o treinador já trouxe ele na hora. O lado com o fixo da Takama Shirenai, que é o que eu tô né? 他にも楽しい話盛りだくさん、ぜひクラブの公式 YouTube で全編ご覧ください。おはようございます。オールビファーレン、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、笑った。さあ、そしていよいよ今日、はい、2022シーズン開幕です。やったー。ワクワクの週末がやってきますね。そして我々も新しいユニフォームに身を包んでおりまして、はい、やっぱりこれ、はい、気分が上がりますよね。そう、いい感じ。皆さんも一緒に 100% で応援しましょう。ぜひメッセージをお寄せください。ツイッターの方はハッシュタグオール VV をつけて、メールの方はオール VV@nib.jp まで送ってください、はい。もうすでにたくさんのメッセージ、いっぱいありがとうございます。いっぱいありがとうございます。エルコネホさんからは、キャプテンという役職と背番号10を同時に背負うカエオ選手に覚悟で胸が熱くなりました。J1 昇格、それを信じて最後まで応援しますと、カヨ選手のイラストをいただいたんですけど、このイラストとかロゴとかかっこよすぎて、カヨ選手本人が欲しいんじゃないですか、これ。めちゃくちゃかっこいいです。素敵、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。その今年のキャプテンカヨ選手、そして期待の新加入クリスティアーノ選手、チームの柱ともいえるこの2人にですね、 J1 昇格に向けた思いを独占インタビューしました。どうぞ。今年のチームの柱ともなり得る海洋選手、クリスティアーノ選手、よろしくお願いします。お願いします。お二人にそれぞれの印象を伺いたいんですが、すごい、まずかっこいい選手だと思うんですけど、まあ、こういうところあったんですけど、まあ、読み上げるポキン、まず、セリフィンスパワー、コメディシェガフォーチのアタック、a maneira que ele consegue conduzir bem a bola quando está no campo, né? Aí na primeira fase de construção, jogar sempre para frente, isso eu acho que encaixa muito bem com o futebol japonês, por isso que ele tem feito diferença aqui no clube. Caio 選手、クリスティアーノ選手も加入してきて、今年のビファーレン長崎、どんなチームにしたいですか。Cara, eu tô nesses três anos que fez que eu tô aqui, sempre teve times fantásticos, né? Mesmo assim não conseguimos o nosso objetivo, que era ser na primeira divisão ou ser campeão. Então, né, com a chegada do Cristiano e de alguns japoneses também, acrescentou nível no nosso time, né? Demais. E eu quero fazer tudo ao contrário do que aconteceu nesses
nesses dois últimos anos é que não conseguimos subir a primeira divisão. E creio que nós temos tudo para dar certo. クリスティアーノ選手は長崎に加入をして長崎にいるメンバー選手からはどんな声かけられましたか。Estou muito à vontade aqui no clube, tanto os jogadores, não só o Caio e o Eduardo são brasileiros, mas os japoneses também receberam super bem, a comissão técnica. O meu sentimento desde quando cheguei aqui, que eu acertei, de felicidade, de estar muito motivado e sabendo da, que a responsabilidade é grande, mas também acredito muito que a gente tem tudo que precisa para a gente conseguir nosso objetivo, que é ser campeão. Né? 今シーズンのユニフォームのデザインはどう思ってますか。Achei lindo, achei lindo. Cada ano me surpreende mais, né? É, o uniforme lindo. Eu comprei até uma chuteira nova para combinar com a cor. 楽しみ。Eu achei muito bonito. O azul é a minha cor favorita, cor que eu gosto muito. E que eu quero usar logo. Quero que a estreia chegue logo. Vê que já está com a minha cabeça, vou ter que pensar em mais, porque eu não sei. Antônio. クリスティアーノ選手は昔の松田監督と今の松田監督と何か違いがあったりしますか。はい、primeiro que ele está bem fisicamente, né? Só pra ele, né? O Márcio está bem fisicamente. O nosso treinador, eu trabalhei com ele há 9 anos atrás. E pelo que eu, né, pelo que eu fiz o tempo que eu trabalhei com ele, ele é cara que procura se dar essa liberdade de ouvir os jogadores e ele faz muito bem esse trabalho também das diferenças ali, né, juntar as diferenças, podemos dizer assim. Então a gente está no caminho certo. E agora é isso, agora é o dia a dia que como eu falei, o Márcio dá liberdade para a gente também chegar nele e trocar ideia, isso também é importante nele, né, do Márcio. Tem tudo para dar certo. E se perguntar pro Márcio depois. Eu mudei o primeiro ano meu no Japão, era muito chato. Agora eu melhorei. Hontoni! 点を取った後にパフォーマンスが昨シーズンはとっても楽しかったんですけど、今シーズンも何か考えてます？ Sim, já tem várias, já tem várias aí na cabeça. E agora vai ser mais fácil. Mais ainda, né? Porque a gente tem que ligar que é goleador, agora o Cristiano também é outro goleador, então vai ter mais dança aí. Eu que já escutei na cabeça, vou ter que pensar em mais, porque eu consegui outro dança aí. Eu danço mal. É, vai ter. Dança Kaufman, ele é professor. E esse ano ele foi na minha casa e ele falou que você faz pelo menos um passinho de Kaufman pra ele. J1 昇格のために必要になってくること。Eu acredito que a gente tem que criar uma mentalidade de vencedor, uma mentalidade de campeão. Agora, falando de mim individualmente, isso é uma coisa que eu gosto de falar e eu gosto de demonstrar isso também. Eu acredito que eu tenha muito isso. Eu vou tentar, né, com a minha experiência, com toda essa rodagem que eu tenho de futebol japonês também, passar isso para os dois jogadores que eu sei que também tem isso, essa mentalidade de campeão. Mentalidade de vencedor, de querer vencer, de não aceitar ser derrotado e de vender caro a nossa derrota. Se tiver que perder, ok, mas que o outro time, como a gente fala no Brasil, tem um ditado que a gente usa muito, vai ter que suar sangue para ganhar da gente. E é isso que a gente tem que ter em mente e no nosso coração a cada jogo. Que alegria que nós jogadores temos é quando acaba o jogo, quando a gente vai ali fazer a festa com eles atrás do gol, é muito legal quando já com isso e que esse ano isso possa se repetir e ser algo natural pra gente. Gambari macho! いやもう、はい、クリス選手がもう、本当にとか日本語がすらって出てくるところがまた素敵ですし、外から見てるとカリスマ性があってちょっとここかなと思ったんですけど、人柄がすごく良くて、ね、仲もいいですよね。そうなんですよね。監督とも海洋選手とも素敵です。さあ、そして選手の情報をさまざまな企画が見られる内容で毎年大人気のイヤーブックなんですけれども、今年も完成しました。かっこいい。実はですね、先ほどの海洋選手、クリスティアーノ選手の対談もたっぷり載っています。他にもですね、高田春菜
那社長と松田監督とか、うん、江川雄星選手と阿部大成選手とか、地元長崎、そう、注目の組み合わせで行われた対談も注目です。読み応えもありそうですよ、はい、あとね、選手ページにはですね、アンケート項目が追加されまして、うんうんうん、選手の素顔が分かります、こちらスタジアムのグッズ売り場でも、うん、販売していますので、開幕戦の前にぜひチェックしてみてください、はい、さあこの後はビビ君からマスコット総選挙の報告が届きましたよ。選挙も運動会ももちもちっと頑張りました。先週土曜日に結果が出た今年の J リーグマスコット総選挙、お餅をいっぱい食べて頑張ったビビ君から報告が届きました。先週土曜日に開催された富士フィルムスーパーカップ2022のハーフタイムで J リーグマスコット総選挙2022の1位から3位の順位が発表されました。わちゃわちゃ感がいいな、嬉しいな。気になるビビ君の順位は、うん、2位でした。今年はファンの皆さんと直接交流することはできませんでしたが、うん、元気もちもち 100% を合言葉に楽しく活動することができました。マスコット総選挙の後にはマスコット運動会が行われ、全国のビビ君のお友達と久しぶりに会うことができて大喜びでした。すごい、みんな面白い、嬉しい、この触れ合いが見られるの、羽みたいいですね、たまらない2人、そう、仲いい。むちゃむちゃバシバシやられてますけど最高、ね、癒された。いやね、仲良しやね、楽しかったです。さあ今週木曜日、開幕戦を前に選手監督による表敬訪問が行われました。監督、選手、クラブ役員が訪れたのはホームスタジアムとクラブハウスがある諫早市。熱い思いのこもった横断幕や歴代のユニフォームに迎えられた一行は、大久保諫早市長のもとを訪れ、 J1 昇格への意気込みと日頃の協力に対する感謝の気持ちを伝えました。ありがとうございます。わあ、ありがとうございます。わあ、長崎県のいろんな場所を紹介しますが、諫早市の、紹介のページになってます。そうだね。あ、これもでもいいですね、県内ね、全域ね、うん、本当どの市町もすごく応援してくださってるんですけど、やっぱりホーム感というか、あのこう地元にいるという感じがすごくやっぱり諫早市にいるとしますし、あの試合の時だけじゃなくて生活すべてがこうやっぱり諫早市で私たちは行われているので、あの支えていただいているなっていう気持ちになりました。本当に皆さんが我々が J1 に行くっていうことの期待っていうのは大きいなっていうふうに、一日一日その日を追うごとになんか高まってることが感じられてって、開幕白星スタート、本当できていいスタートができるように頑張りたいと思います。はい、あー、でも諫早市は今日はもう朝から結構ソファーしてるんじゃないですか、ね、市全体で。だっていよいよあと数時間っていうか、もう4時間ぐらいですか、4時間後に迫ってきましたからね、ホーム開幕戦。さあそのホーム開幕戦、正監督に開幕戦の難しさを聞きました。どうぞ。やっぱりリズムが、流れっていうのが全くないってことだと思いますね。
何が起こるかわからないっていうことですよね。そこがやっぱり一番難しいところかなと思います。でも手強い相手だなっていう印象があって、こう一筋縄でいかないというか、楽な試合にはならないなって感じはしてるんですけども、それよりもやっぱり自分たちがしっかり勝負どころを取っていけば、勝ち点3を取る試合はやれるんじゃないかなっていう、そういうふうにしなきゃいけないなっていう気持ちですかね。去年のこうからの継続性っていう部分でもう土台がある程度できていたっていうのが、すごく順調に計画的に進められて、開幕までにやっとかなきゃいけないってことは余裕を持ってできたかなっていう印象はあります。実力の拮抗しているチームが多いので、やってみないとわからないって試合が続くと思うから、その分去年みたいな勝ち点がその昇格ラインになるってことはないんじゃないかなっていう気もしてますね。もう毎試合決勝戦を42回やっていくっていうことなのかなと思いますね。でも今はもう次の試合しか考えてないですかね。開幕戦ってやっぱり難しいんだなと思いますよ ね、 そうですよね。自分たちのことも相手のデータもわからないからっていうのがありますけれども、はい、そんな試合僕も見に来ますね。楽しみですね、はい、楽しみに応援したいと思います、ね、その試合ももちろん楽しみなんですが、試合前にスタジアムでのイベントもあるんですね、はい、東京ヴェルディのクラブマスコットリベルンがトラさんに来ます。かわいいですよ。リベ君と一緒にイベントとか YouTube ライブに登場します。楽しみですよね、うん。さあ、そして来場者全員にじゃんプレゼントがあるんです。こちらコレオハリセンなんですが、ビビ君の裏はもちろんこちら、はい、青ですよ、うん、もう選手入場の時にはみんなでね青に染めて応援して、そしてこちら折りたたむとこのような形でハリセンになりますので、声は出しての応援ができない分、ぜひこれでね、これの最後のね、応援エールを送りましょうみんなで、はい、はい、そしてこちらも来場者全員にプレゼントされる2022シーズンのスローガンステッカー、かっこいい、いろんなところに貼って気分をじゃんじゃん高めていきましょう。スケジュールに入りたい、欲しい。さあ、試合観戦をさらに盛り上げてくれるのがグッズなんですけどね、はい、対象のグッズショップまたは今日のホーム戦会場でグッズを3000円以上購入すると2022シーズンのポスターがもらえます。 これ絶対欲しい。このポスター見てください、うん、さっきありました、秋野選手が正面のセンター、愉快な仲間たちです、はい、これ数限りがありますので、うん、なくなり次第配布終了になります。お早めにどうぞ。はい、そして試合観戦の時に着てほしいユニフォーム、今日まで特別割引が実施中です。通常価格から1000円引きということで、スタジアムでも購入できますので、ぜひユニフォームを着て応援しましょう。応援しましょう。さあ、さらにさらにですね、開幕戦の応援スターターキットもおすすめなんです。人気の応援グッズ3点セットを購入すると 10% 割引、試合観戦を盛り上げるには必須のアイテムが揃っていますよ。今日から来月12日まで割引になりますので、ぜひ購入して応援に行きましょう。お得お得。はい、じゃあメッセージを紹介します。はい、嬉しいね。あこあこさんから娘さんのお写真届きましたよ。開幕戦を応援すると娘も張り切ってます。頑張れビバーレン。ビビ君のねリュックもしっかり持って、バッグもね。かわいい。今日は早起きしたんじゃないの？ね、早起きしたのみたいな。そう、そしてともみさん 100% を目標に、選手、スタッフ、ビビ君も頑張ると思います。私も 100% の応援頑張ります。一緒に頑張りましょう、うん、そしてオレンジ青さんからは、はい、勝利した選手皆さんの笑顔が見たい、今日もサッカーを楽しんでワクワクのプレーを、開幕戦の勝利期待しています、はい、そしてわさびさんからは、もうやっぱり皆さんワクワクしかないと。そうそう、ワクワクする、はい、開幕戦冬の雨の日という最悪のコンディションですが、そんなことを感じさせないぐらい選手の皆さんの生き生きとしたプレーを楽しみにしています。頑張ろうビファーレン、うん、そう、そしてゲームフラーもね、ゲームフラー届いてるんですよ。ヒーノニュさんからは、今年こそ必ずみんなで J1 に行こう、 100% の感謝を込めて春菜社長ありがとうとゲームフラーが届いております。春菜社長もみんな一丸となって開幕戦を応援したいっておっしゃってたんでね、うん、はい、はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございました。ありがとうございました。ワクワクです、はい、まあ、今日は雨なんですけれども、はい、確かに雨というね、ピッチコンディションもあると思いますが、はい、この雨がですね、まあ、勝利のシャワー、歓喜のシャワーになると思いますので、ね、なるよ、スタートダッシュしますよ。スタメンとかね、あとね、今週の第1号誰が決めるのか、ゴールをね、またパフォーマンスも楽しみですね。そうですよね、いよいよ今日午後2時トラスタでキックオフ、ホーム東京ヴェルディ戦、熱い戦いが始まります。一戦必勝 100% で応援しましょう。オールビファーレン、また来週です。